どうもおしゃれマッチョ研究所の大地です。今回はですねこちら2021年最後のサプリメント爆買い開封動画です。はい、来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回はですねこちらマイプロテイン、PHD、そしてアイハーブの3つのねショップから購入しました。三大サプリメントって呼んでます。この3つっていうのは僕は本当に今年1年もねすごくお世話になりました。特にね PHD さんなんかは本当に今年から購入したものですし、マイプロテインはもうそれこそ5年以上使ってます。そしてアイハーブも同じぐらい使ってるんですね。たまたま今回はですね頼んだものが3つ同時に届いたので、今回はね3つ一気に開封していこうかと思っております。まずはこちらアイハーブからいきますね。オープン。干渉剤。はい、今回購入したのはですねプロテインです。しかも2つ購入しました。両方とも初めて購入したものになります。まず1つ目がこちらです。ドン、ユニバーサルのウルトラホエープロです。ははすごい名前、ウルトラホエープロ、すごそうだな。こちらはねユニバーサルのプロテインですね。これ見てください、マークが。これ何でしたっけ、アニマルパック、え、アニマルなんとか、ん、なんだっけ、確かビタミンが有名なんですよね。しかもこれ見てください、ほら取っ手付き、すごい斬新。これまた新しい。なるほど。これは僕ね、飲んだことないので今回購入しました。ダブルチョコレートチップ味と、まあ、所長はね、チョコレート味が好きなんで、今回はユニバーサルのプロテイン初めて購入したので、まずはチョコレート味から買ってみました。そして二つ目ですね。二つ目はこちら。ドン!セルコアのホエーです。これもすごい。見てください、このパッケージ。もうめちゃくちゃプロテイン。購入したのはこちらメルトンチョコレートですね。メルトンチョコレート、すごそうだな。どういうことこれ、溶けるってこと、全然よくわかんない。どちらにしてもねすごそうですよね。セルコアっていうと C4 とかのねプレワークアウトドリンクのイメージがあると思うんですけど、僕は今回ねプロテインっていうのをちょっと初めて購入したっていう感じになります。これ楽しみですね。はい、ということでねアイハーブで購入したのはこの2つのプロテインになります。なんかどっちもすごい筋肉大きくなりそうじゃないですか。これ期待ができますね。飲むのがすごい楽しみですね。ちょっと申し訳ないんですけど、今のタイミング的にはまだゴールドスタンダード残ってるんで、もうちょっとね、待たせてください。寝かしといてください。必ずこれレビューしていきたいなと思っております。そしてこちらね、この PHD になります。PHD オープンしていきましょう。オープン。干渉剤。長いやつ。はい。こちらもね、今回久々に PHD 購入したんですよね。まず一つ目がですね、こちら。スマートジャックです。これ、初めて購入したんじゃないですかね。チョコレートピーナッツ味を購入しました。中身どんな感じかちょっとお見せしますね。はい、こんな感じですね。まあ、いわゆるプロテインバーみたいな感じだと思います。はい、こういう感じのやつですね。プロテインが 15g 取れる、プロテインバーですね。そして二つ目がこちら。はい、箱が開いてるけど、スマートバーハーフサイズです。クッキー&クリーム来ました。見てください、これね、ハーフサイズのプロテインバーとなってます。これね、めちゃくちゃ使い勝手いいので僕はもう大好きですね。しかもですね、この PHD のクッキー&クリーム、これね、僕がですね以前コラボした時ってね売ってなかったんですよ。あ、もしかしたらねご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、このおしゃれマッチョ研究所はこの PHD からね、まあ、いわゆる案件というねお仕事をいただいて、いろいろ紹介させてもらったことがあります。それはね今年の5月ぐらいだったかな、やらせてもらったんですけど、まあ、それ以来お付き合いがある、まあお付き合いがあるって言ってもその時だけなので、今回のやつとかね自分で購入はしているんですが、その時にはこのクッキー&クリームってお試し品としてはもらったんですけど、日本のサイトでは売ってなかったんですよ。で、僕はねこれ美味しいんでぜひ置いてくださいっていうのを、まあ、担当者の方にはねメールとかで、まあ、お知らせしたりとかしてたんですよね。まあそのおかげだとは思わないんですけど、それから結構 PHD の動画って皆さんに見てもらって、実際にね研究員の方からも PHD 購入しましたっていうのもいくつかもらってですね、美味しかったですっていう意見もねコメントでいただいたりとかしました、まあ、すごく嬉しかったですよね。そういったところもあって PHD が少しずつ日本に浸透してきて、まあそれこそね半年前よりは今の方が PHD、まあ、有名になったっていうか、実際に使ってる人も増えてきたんじゃないかなと思いますし、他の YouTuber さんなんかでもねよく紹介されるのもちょっと見るようになってきたので、このスマートバーの種類もね増えたんですよ。なのでこれようやくクッキー&クリーム久々に食べれるということで、これ嬉しいですね。そして2つ目ですね、これも同じですね、スマートバーハーフサイズチョコピーナッツバター。これもね以前普通のロングサイズっていうか通常サイズでは購入したこと
ことがあるんですが、見てもらうとバラバラぐちゃぐちゃまあ先ほども言ったんですけど、僕は PhD のプロテインバーっていうのはハーフサイズがとにかくいいなと思ってます。ただ実際に普通に買うよりはちょっと割高、普通の長さで買った方が安いんですけど、どうしても梱包が小分けになってるんでなんですけど、ちょっとした時にね食べやすいっていうのがこのハーフサイズのおすすめかなと僕は思ってます。そしてこちらが初購入です。こちらハイドロ、ハイドロ、これハイドロっていうのかな、なんだっけな。このねケースがすっごい可愛らしくていいなと思って初めて購入しました。それこそこれ日本上陸した時は売ってなかった気がするんですよね。ちょっと前から売り始めてて、僕が気になったんで買ってみたいなと思って、僕が購入したのはストロベリーライムとピンクグレープフルーツですね。ちょっと1個だけね開けてみますか、せっかくですからね。どんな感じになってるか僕も気になるので、ストロベリーライム、開けてみます。開いて、おー、なるほど、完全にもうなんだろう、ラムネと一緒、そんな感じですね。中身こんな感じとなっております。おすごい、本当にラムネみたい。はい、こんな感じの、これでビタミンなんだ。いただきます。うんうんうん、シュワシュワ系、すごいシュワシュワ。なんだっけこれ、昔ありましたよね、こういう感じのお菓子のやつ。何、すいません全然覚えてない。多分こういうの僕食べてたの30年前なんでそれは覚えてないですよね。なるほど、あ、これ美味しいかも。味はね本当にラムネと一緒です、完全にラムネ。そしてね PhD 最後の商品がこちらです。 100% ホエプロテインです。はいはいはい、 PhD のプロテイン久々に購入しましたね。味なんですが、パンプキンスパイスラテ、すっごい気になる。パンプキン味のプロテインってあります？これ黒いパッケージの PhD のプロテインってのを僕は初めて見たし、もちろんねパンプキンってのも初めて見たので、もう即買いですね。これ新しい商品なんですかね、もう気になっちゃって気になっちゃって購入したっていう感じですね。 PhD のプロテインもね以前ね何種類か僕飲ませてもらったんですけど、基本的に PhD はねハズレがないです。全体的に高いレベルで美味しかったかなと思います。割とそういう意味ではマイプロテインより当たり外れが少ないという印象ですね。これもちょっと飲むの楽しみですねどんな味するんだろう、パッケージがかっこいい。それではね最後はマイプロテインになります。ちなみに PhD もマイプロテインも僕はこれねブラックフライデーのセールの時に買ったやつですね。ブラックフライデーのね予想もさせてもらいましたし、実際に僕もブラックフライデー購入しました。それがようやく届いたっていう感じですね。実際にはね20日間弱かな、それぐらいで届きました。で僕購入した時にこの PhD もブラックフライデーね同時に購入したんですよね。ちなみに PhD はですねおしゃれマッチョ研究所の割引コードありますので、ぜひ皆さんご使用ください。割引コードはカタカナで第1になります。説明欄の方にも貼っておきます。それでは行きましょう。今年最後のマイプロテインですね。オープン。はい、ということでね今回ねマイプロテインびっくりしちゃった。梱包完璧、素晴らしいですね。どうしたマイプロテイン。僕が購入したのがこちらですね、タンクトップ系ですね、こういったパープルグリーンっていうカラーのものとボルドーの、タンクトップになります。これを購入しました。最後にねこれ着用した感じで動画にしますんで、最後の方でお楽しみください。そしてこちらがジョガーパンツですね。はい、こちらはグレーのジョガーパンツ購入しました。そしてこれキャップですね。キャップは今開けちゃいますか。はい、これもシンプルなメッシュキャップですね。はい、こんな感じですね。まあ全然普通ですね。きつ所長は頭が大きめです、はい、いかがですかね。ちょっとでかいかな、まあまあ、うん、はい、こんな感じのメッシュキャップ、購入しました。それではね他の商品になります。まずはこちら、はい、フィルドプロテインクッキーです。ダブルチョコ&キャラメル味ですね。これはもう何度か購入してます。これはねもうとにかく美味しい、かなり甘いんですけど、ちょっと割高なプロテインクッキーなので、もうブラックフライデーとかね安売りの時に購入したっていう感じになってます。そしてねこちら箱、いや箱じゃないですね。そうです、箱の中に箱があるものといえばあれしかないですよね。オープン。こちらの商品です。ピーナッツバターです。ということですね、僕はですねマイプロテインのピーナッツバターのね大ファンなんです。ちょっとねしばらく切らしていたので今回購入したという感じになってます。ピーナッツバターのクランチのやつですね。朝のトーストとかに塗ったりとかして食べます。そしてねこれは新商品ですね、ホエプロテインルビーチョコ味です。
ルビーチョコって何？何ですかね、ルビーチョコって。ラズベリーチョコみたいな感じなのかな。ちょっと僕はね、わからないんですよね。で、あんまりね、他のこうレビューとかも見てないので、実際にこれは飲んでいければいいかなと思っておりますが、ちょっと強じゃないかなと思います。もうね、この辺もそうなんですけどね、プロテインのレビュー見たいよって方も本当いらっしゃると思うんですけど、すいません、ちょっと今日はまだ我慢させてください。申し訳ない。そしてこちらシェイカーです。1リットルのサイズのものを購入しました。はい、こんな感じになってます。マイプロってデザインされてます。そしてこれが最後の商品です。こちらです。プロテインホットチョコレートです。はい、研究員の皆さん、これ覚えてますかね。これ覚えてる研究員の方はかなりコアだと思いますね。これね、レビューしたのもう1年前ぐらいになると思います。僕はね、この冬の時期ね、このホットチョコレートのプロテイン、これ好きなんですよ。去年買って意外とハマりまして、美味しかったっていう記憶があります。なので今回は、まあ、これらもいっぱいたくさんねレビューしたいのあるんですけど、こちらの方最後に飲んでみようかなと思います。はい、ということでね、今こちらの方混ぜてみました。水は 150cc です。こうやって見るとね、普通のプロテインと変わんないじゃんって飲み方ね、なってしまうと思うんですけど、僕の経験上、このホットを飲むときはですね、一回溶かしてから、こちらのね、マグカップに入れてからレンジでチンするのをお勧めします。というのもね、これお湯で混ぜようとしてもね、全然ダマになってて、溶けないっていうイメージがあるんですよね。なので僕はいつも溶かしてから入れてます。もう本当に普通のね、ホットココアですね。入れます。はい、トロンとしてね、あ、美味しそうです。で、こちらをですね、ちょっとレンジでチンしていきます。はい、今ね、レンジで温めてきました。はい、こんな感じです。ちょっと危ないけど、見えますかね。はい、トロンとして美味しそうですよね。もう本当に普通のね、チョコレートって感じ、ホットチョコレートって感じですね。いただきます。これ久々、本当に1年ぶりぐらいですね。いただきます。あっとわ、美味しい。これはいい。おい、もうあったかいプロテインチョコレート好きにはたまりません。甘党な研究員の方はね、一度ぐらいこれ試してもいいんじゃないかなと思いますよ。本当に本当美味しい。これ僕はですけど、朝一に大体これを飲むことが多いですね。あと体が冷えた時、この研究所ね、ちょっと寒いんで、体が冷えた時はこれを飲むことが多いですね。ということで、今回はですね、所長が購入した2021年最後のね、サプリメント爆買い動画作らせていただきました。今回もご視聴どうもありがとうございました。研究の皆さんね、何か参考になったりとか楽しめたよって方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ただいま研究員募集中です。ちなみに最後にね、マイプロテインの購入したウェアを着た動画、着用動画も作りましたんでね、見ててください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。研究員の皆さんで、じゃない研究員の皆さんに、達者。開けちゃいます。いただきます。きたきた。あ、きつい。シュワシュワがきつい。